珍しい。毎度ありありがとう。貫き通すは我が信念。うん、共に義のため戦おう。
差し付けせ。救援感謝しますよ。今度はヘマしないよ。気をつけますんで。カルトモン、生きていてくれたか。俺はもう誰も失わぬ。みんなで勝利をつかもう。敗北条件変更。上杉の後続部隊が関ヶ原北に到着予定だ。うまくいけば東軍本陣の背後をつける。上杉の奇襲を援護するべきだ。北から盗賊隊が来る。ならば戦場中央にて大暴れしましょう。その程度の援軍か。ダメダメすぎる。開門。要所の北西砦には井伊直政がいるか。腕に自信がなければ無視すべき。真田の軍略堪能したぞ。東軍本陣の正面を攻めましょう。上杉と呼応し強撃の形を取るんです。おやじ、まだ危ない。本陣の守備に回るのが最善だ。まだ行けるな。俺にやり。上杉め、本陣を狙うつもりか。させん。開門。さてどうしますか。戦って打つか、その前に本陣を落としてしまうか。足並み揃えてくれないかい。俺の魂。お命を注いで見せます。なぜただ信行信じておったぞ。ただ我らに勝機はある。気合を見せる。ここで秀忠別の兵が来ると。勝
ち目を盗むのか。三成殿、諦めてはなりません。増援が来たなら討ち取るまで。気合を見せる。開門。相上に了解。一枚上手か。何を参ります。燃えよ魂。
来い、雪村。勝負だ。戦う力をくれるのだ。敵将を討ち取ったり。どうしよう。この後俺よ。あっぱれ雪村、お前こそ誠の義士だ。ただ雪村、俺にあり。このまま東軍を追い詰める。私の負けだ、雪村。兄上、お任せを。お許しを。イエス様、もはや西軍は止められません。ここは引き、再起を図るのが最善かと。Thank you.
引かせてもらうわ。戦力を見誤る。勝利を得た。だが家康を打ち漏らしたのが悔やまれる。三成殿、負け戦を覆せたのです。今はその勝利を素直に喜びましょう。うん、生きて同志と勝利を祝う。これほどの幸せがあろうか。